お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はですね、こちら迫撃やっていきたいなと思います。で、無課金迫撃デッキですね。無課金迫撃、まあ、スケバレ入りの迫撃デッキのディガーナッシュをそう呼んでるんですけども、最近ちょくちょくいろんな形を出してるんですけど、またね、形が1枚2枚変わったね、こちらの迫撃ね、やっていきます。今までマスケかな、マスケの枠がアウトローになりました。で、ナイトがね、解雇された方ですね。まあ、アウトローボーイの盾がいるのでナイトいらないだろうという、まあ枯渇要素がちょっと多めで、まあなんならムートも言ってくれる、ちょっと陸には優しい迫撃法って感じですね。はい、こちらはねやっていきます。で、こちらね、多分まあ世界大会に出場する、多分じゃないんですけど、これは世界大会に出場する WEDGM、プロチームなんですけど、中国の、その、まあ、ハイヤー選手っていう、まあ、中国のね、めっちゃ上手い選手がいるんですけど、まあ、多分その選手が、なんか一番初めにこのデッキ作ったんじゃないかなと思います。まあ、そこは多分ですね、はいと。まあ、いうわけで、まあ、今回ね、ホグちゃんですね、ホグちゃん。ホグゴブリンウッドだったら、バルキリーファルチェのトルネロケウッドのホグとか結構有名なんですけど、まあ、もしそうなら本当にリタイアしたい。ファルチェ、バルキリー、トルネウッドはやばくないですか？僕の一体何をどう頑張ったら攻めが通るのかを聞きたいんですけど、ウッド来ないで、ウッド今使いましたもんね、あなた。よしよし。いや、ここでこっち攻めると相手はトルネードをどっちに使う？いや、絶対スケバレン。いや、これどうする？いや、これタルに竹。いや、めっちゃいいタル。これファルチェ来るの分かってたから俺。あ、一体やりこぶ、切られた。あ、全員切られた。かま強えな。ファルチェ思ったより厄介ですね。まあ、ファルチェも厄介で、まあ、バルキリーも厄介ですね。今回こう、久々にアウトローの登場なんですけど、まあ、最近このロリババね、なんか、ロリババの採用、タルババの採用が結構多い気がしてます。まあ、なのでアウトローなのかなって感じなんですけども、まあ、なのにね、トルネウッドまでは許せる。バルキリー？ファルチェと。まあ、ファルチェも別にいいですね。バルキリーが結構厄介かなと。いう感じでね。まあ、積極的にちょっと攻めてペースをね。うわー、いいロケットだ、それは。まあ、あれはバルキリーには基本ムートで。てか、まあ、ファルチェとかにはムートで、ね、基本的には対応していきたいですね。ワンチャン攻めってくんのかな？いやー、攻めってくるか思って、待ったけど来なかった。で、同時に逆攻めると、相手あとバルキリーを裂いた後なんで、これゴブリンですね。見てみんな。いやー、外した！恥ずかしい。ちょっと待って。今の絶対ゴブリンでしょ。あんて、なんで逆が入ってんの？攻めるサイド逆やんけ、俺。これファルチェっすね、遅れて。こんにちは。ファルチェティーナ。よい、いらっしゃい。で、まあ、次はバルキリーのターンかな。あ、でもこれは、大砲に行く。こんな活躍するムートある？初めて見たな。で、これむずいな。ISP からのウッドとか、ゴブリンからのウッドか。いや、この爆破ダメが入るだけでもでかいっすね、個人的には。で、とりあえず、なんとなくこの位置の迫撃。なんとなく癖のある位置にね、ちょっと出していきます。で、これアウトロー2とか本当はできるとすごい強いんですけど、今回の対戦に限ってだけ、相手がバルキリーを持ってるんでね、アウトロー2は全然活躍しないんでね、やる必要はないですという感じでね。で、まあ、ここはもう防衛迫撃とかしつつ、ウッド使ったっすね、相手は。いや、これ、あー、いいな。いい防衛だな。いい防衛ですね。いや、でもこれ、勝てそうですね。ゴブリン？いや、でもムートが壊してくれる。で、ウッド使ったら、今回普通にアウトロー防衛がね、最強ですね。始めにアウトローしとけば、よいしょ。で、迫撃燃えとけば、相手の方が一生取んないですね。オッケーオッケーオッケー。まあ、8コスにロケで、アド気持ち取られてる感もあるんですけど、否めないんですけど、言うてなんか、勝てれば何でもいいっていう。この辺に、ファルチェッティーナ！よいしょ。いやー、俺の読みは何も当たらんけど、あー、これ、迫撃入りましたね。ファイボが250。おい、迫撃一発、今300？あ、300ないぐらいか。結構でかいですね。まあ、という風なね、ところで、もっともっと、今のが一番きついレベルだと思うんですよ。相手がウッドとかなければ、まあ、ヤリゴブリン、ギャング、まあ、スケバレ、アウトロー、すべてが活躍するわけですし、
もっともっとね、アウトロムートだったりだとか、こうスケバレプラスヤリゴブリンとか、もっともっと攻めがね通ると思いますね。というわけでスケバレね、いや久々にアウトロー使うな。僕結構アウトロー好きなんですよ。そうだから好きなカード多くねって感じなんですけど、アウトローはねめっちゃ好きなんですよね実は。なんか強くないですかこいつ。なんかアウトローとかギャングとかなんかそういう感じのねカードたちが好きです。でこういうババコロとかね全部ムートで回収できるのが強いですね。いやーでも壊れてくんねえかな。壊れるタイミングぐらいでムート回収が一番強いんですね。いやこれこういうところでもアウトローね蓋ができます。まあタルババでもよかったな。これだったらファイボ取れちゃうか。ポイズンかババコロだったら。いやなんなら俺のファイボの速度が速いからのタルで地味に延命で何が来る。うわお最近支援隊多いですね。なんか支援隊よく使われてるイメージがある。しかもこいつ一発170ぐらいあるのかな。マルチだったらもっとあんのかな。366160ですね。うんまあまあ高いな。やば500削られましたね。というふうな感じですが、いやどうしようかな。まあまあこっちの方が回転が早いのは間違いないので、まあ、結構ペース握れると思うんですよね。積極的に両サイドに攻めて攻めて攻めていきたいですね。これちょっと延命するだけで相手はこれにウッドを咲かざるを得ないでしょ。お待って、なんなら届いてない。あ届いてるかさすがに。でこれをまあババコヤを壊せると思ったらポジティブにね。よしファイボ使ったな相手。暇になっちゃうっすよね。まあ、アウトローとかで受けちゃいいかな。で、まあ、削っていきますね。後ろからなんか、すごい形を組まれると結構めんどくさいんですよ、これ。まあ、あとは相手はロイホクがいるって感じですかね。一旦防衛迫撃して、一旦守ります。で、ホバには速攻ファイブ打ちます。こんにちは。これに来る。いや、めっちゃいいなそのトリトンは。なんか、ババとか巻き込めねえかな、あれ。どうせならね。うん、おお違う。なんかバケモンみたいなの出てきた。このエリババですね。そういえば、いたな。最近、エリババすごいいるんですけど、このアウトローマンがね、最強。いや、待って。片割れだけじゃなく、二人ともやられちゃった。いやー、これ耐えたいですね。で、相手のムートがね、さっきからちょっと上手いですね。あ、ムートじゃない、トリトン。まあ、一旦ね。一旦守りの芝ファイボと。やべえ、ちょっと待って。ごめんね。ごめんね。こんなことしてて。まあ、あとちょっとね、ダメージどういつこうかなって感じですね。積極的に攻めていかないとタイブレイクで負けちゃうんで、まあ、ファイブウッドでやられる。次かな。次、なんならこのムートギャングとかやっちゃいたいけどな。トリトンもいるか。さてはやったかこれ。いやでも結構積極的に攻めてはいいと思うんですよ。でザッピーが真ん中セパだな。うん。でエリババが来る。まあ、あとアウトローがいるんで僕にはね最強の。オッケーオッケー。いやめっちゃいい。なんなら全然いい。でこの辺で気持ちね。いやガールは正直さよならしてもいい。さよならしてもいい。いや全然なんで飛んでんだお前。このいやあと1分か。どういつこうかな。ムートがね前半のこの相手のダメージ受けちゃってるのがさては良くないかもしれない。いやー親衛隊が来るぞ。親衛隊来るけど俺ぐらいになると親衛隊を突破します。おらワンチャン突破できる。マジでぶっぱワンチャンある。でちょっとペースを握ってきただろうなって頃に攻めるんですけど全然相手の守りが硬すぎて硬すぎんじゃないこれ。いやこれ終わったっすね。いやこれはそういうこともあるってパターンのやつっすね。まあ序盤のダメージを受けないようにすればよかったっすね。もうちょっとなんか無理っすね。一個も入らないもん。相手、まあ、陸にね。まあ、僕のデッキもこれ、陸には非常にこう、優しいと言いますか。もう、陸には負けたくないデッキなんですけど、相手もまあ、それと張るようなね、陸には負けたくないぞと、まあ、言うようなデッキでしたね。ああ、エイムもね、悪いし。
いやー、まあ、こういうこともねありますよと、まあ、いうわけでね、ちょっと泣きたいのは僕の方なんですけど、いやもう一回やれば勝てそうですね。うん、負けないんですね。親衛隊とババコエリババ、いやどうにか突破したかったですけどね。まあとりあえずホグに勝てたんでいいっす。満足。あっちに勝てたんで、ね、なんならあっちに勝てるならこっちの方が勝てそうなんですけど、まあディガーがないっていう点ではちょっと削り要素が少ないので、本当にこうアウトロームートの形だったりスケバレ結構豪快点で飛ばして、まあ、結構積極的には攻めていかないと削りきれない。まあ、なので序盤のダメージですね、本当に気をつけていきたいですね。さっきの試合の学びというわけで、とりあえず、あ、ウッド使ってくれた。ウッド使ったぞ。いや、これやりこぶに竹変わっちゃったな。いや、でも結果オーライ。からの、うん、ザプッと。あれ気のせいか。これ絶対倒してくるから逆対攻めて、蓋をしてあげて。いや、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。あ、ただ、ちょっと早かったな。で、ここで逆サイスケバレなんですね。スケバレはなんかこう、基本的に逆サイになんか適当に投げとくだけでなんとかなるんだね。よしよしよし。いや、これ、タルボバレちょっと延命しちゃいたいな。一発、二発、いやー、勝てー。かまじい、今日出現率多いですね。まあ、ファルチェと、あと相手のデッキウッドでしたね。ファルチェと、うん、エレキもいましたね。なんだザップ、ウッドザップファルチェエレキってなんだ、まあ、なんかあんま考えたくないですね。わかんない。わかんなさすぎてやばいっすよね。まあ、とりあえず攻め発揮して、まあ、防衛は優秀なんでね。さあ、ゴラーですというわけで、溶かしていきたいですね。ゴールも早めに。で、ウッドでしたね。どうせウッド打たれるし。って感じで。ギャングで。うい。よい。迫撃が、なんならエレキを処理してくれる、かつ、ゴレを止めてるんで、ここで自然とカウンターがなるで、まあ、このスケバはね、どっちに飛ばすかすごい悩んだんですけど、これバルキリーかな、ムートには。さあ、で、ウッド。うい。まあ、次、ザップがありますね。ザップがある。まあ、ちょっと攻めていきたいですね、気持ち。で、ムートで受けつつ、ファルチェ。これを、そのまま頑張ってもらって、ウッド裂いたので、これ、あー、めっちゃいいトンネ。あー、これ、端前行くのむずい、今の。切られちゃうっすもんね、あれ。調子乗っていってると。あー、やべ。待って。風船が。俺の風船だけは割らないで、マジで。鬼下手くそな風船になっちまう。さあ、気持ちずっとアドを取ってますね。これファルチェですね。さすがに。おい、来た。いやー、トルネがさっきからうめえんだ、君。トルネ、やばくない？鬼うまくない？極めてるでしょ。さあ、とりあえず、もう両サイ鬼ぶっぱですね。タルザップ持ってるんで、なんかまともに戦っても、それが通んないんですよ、マジで。一生攻めて、まあ、ゴレ出してきたら、そのゴレを早めに溶かしてあげたいですね。てか、なんならこれムートとかで攻めてしまえば、こっちにバルキリーとかなんかユニットを溶かせて、で、こっちにファルチ出されて結構やばいみたいな、そういう話そういう話になっちゃう、もしかして。いや、でも、いや、ゴレやっぱ早めに溶かせるのめっちゃでかいですね。で、とりあえずスケバレなんか飛ばして、うい、やい。いやいや、ペースはマジでいいんですよ。いや、もっとなんか余裕で勝ちたいですね。バルキリー、いやー、相手、バルキリー来る。こんにちは。あ、低めバルキリーもううまい。いや、でも、ウッドかいや、これ、タルファイボーとかして、ちょっとおしゃれに溶かしていいけど、タルファイボーだけでいいか。おしゃれさをちょっとね、求めてる。いやー、迫撃、飛ばせ。くー、フリンだ、あれも。いや、でもこれ、ブッパスね。バルキリーファルチ使って、これトルネが一回来る。ザップしかないですね、あと。おい、来た。これギャング追加で。いや、最強バルキリーを処理しろ。いや、しかもあれが、あ、エレキもいんのかい。やばい。普通だったら今のでマジでタワー折れてますね。で、謎に防衛迫撃しちゃったっていう。まあ、それはそれでいいと思いますね。で、僕はちょっと攻めの手をね、緩めちゃうとちょっとやばいんで、マジでね、結構攻めちゃいます。結構攻めて、一生攻めとかないと、あい、うわぉ、ここに来てやばい。しかもザップ。待って、トルネザップ。あ、待って、キンキドした。あいつ自殺したかい？待って、やばい。ファイボケンナ、あと何秒だ？ 20 秒か。待って、ちょっとやばい。マジでやばい。冗談抜きでやばいかも。
待って待って、マジでやばい、マジでやばい、マジでやばい、バカ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 、ゴレ溶かせ、ゴレ溶かせ、ゴレ溶かせ、バカ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 、あ、キングキドがめっちゃでかいキングキドがめっちゃでかい、バカ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 、耐えろ耐えろ耐えろ、お前ファイボで、あぶねえ、あぶな、これ、あの、待って、くしゃみ出る、相手が攻めとるねで、やったっすよ、普通に。キングキドされてなかったら全然負けてたかもしれない。あの途中一回防衛に入っちゃったのもね、ちょっと良くなかったのかな。まあでもなんかね、それに勝てるのっていうのに勝てて、いやそれに負けるのっていうのはちょっと負けちゃいましたね。これもまたちょっと悔しいんですけど、ぜひね、このこちらアウトロー型のね迫撃も皆さんぜひ使ってみてください。というわけで今日はこんな感じで終わります。できればチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。